WD-40 の間ドイツの WD-40WD-40 はアメリカ合衆国に本社を置く工業製品メーカー。および同社の主力の浸透性、防サビ潤滑剤の商品名。商品としての WD-40 は多くの小売店で入手できる潤滑スプレーである。1953年にロケットケミカルカンパニーの創始者 ノーム・ラーソンによって開発された。発水と腐食防止が本来の目的で、その後、家庭内の様々な用途に使用されるようになった。WD-40 は、ウォーター・ディスプレイスメント、フォーティース・アテンプトの意。ラーソンは、腐食防止を目的として、腐食の原因となる、淀んで溜まった水を置換するための配合法の作成を試み。 40回目の試作で成功した。WD-40 は主として様々な炭化水素からなる。WD-40 を初めて使用したのはコンベアでアトラスミサイルの外装をサビや腐食から保護するためだった。1958年サンディエゴで一般用の製品の流通が始まった。沖縄を除き日本国内での輸入代理店はたびたび、 変遷を経てきたが、現在は、エステイのグループ会社である、エステイトレーディングが販売している。沖縄においては、ファーイーストサービスが1973年に、極東での販売ライセンスを取得しており、現在においても、沖縄での販売総代理店となっている。このため、沖縄県内でのみ販売されている WD-40 製品も存在する。長期間持続する有効成分は、 不揮発性の粘性油で WD-40 を使用した物体の表面に残り潤滑と湿気からの保護をもたらす。この成分は噴霧ができる低粘性液体とするため、揮発性炭化水素で希釈されており、それゆえ物体の隙間に入り込むことができる。噴霧後、揮発性炭化水素は蒸発し油分が残る。噴霧用の高圧ガスは 当初は低分子量の炭化水素で、現在は二酸化炭素である。このような特性が、家庭及び商業分野において、WD-40 を実用的なものにしている。機械等のジョイントやヒンジへの注油、汚れやカスの除去、硬いネジやボルトを緩める、サビの防止、湿気の防止などの使い方がある。自動車への使用例としては、劣化したヘッドライトの透明度回復や、 ミトソ樹脂の洗浄、揚げ出し効果が期待できる。WD-40 の配合法は企業秘密である。また、構成要素の完全な開示を避けるため特許を取っていない。WD-40 の主な構成要素はアメリカの化学物質安全性データシートによると以下の通りである。EU の化学物質安全性データシートのドイツ版には 以下の安全性関連原料が挙げられている。また、このデータは、WD-40 を使用する際のリスクとして、可燃性と WD-40 に頻繁にさらされた場合の人体の皮膚への影響を記載している。使用の際は、ニトリルゴムの手袋と安全メガネの装着が望ましい。WD-40 が燃えた際の消火には、水は避けた方が良い。 WD-40 の主要原料は魚油であるというよく知られた都市伝説がある。WD-40 の公式ウェブサイトには石油ベースの製品であると記されている。サンディエゴの WD-40 カンパニー本社1953年ロケットケミカルカンパニー設立。1969年ジョン・エス・バリーが社長兼 CEO となり、 当時唯一の製品だった WD-42、ちなみ、社名を WD-40 カンパニーへ変更した。2009年7月3日、バリーは死去した。伝えられるところによると、社名を変更したのはロケットケミカルカンパニーだがロケットを作っていないことが理由だとされる。1973年に株式公開。ナスダックのティッカーシンボルは WDFC。 ここ数年、家庭用品を扱う会社を数社買収し、サンイン、ワンオイル、ラバ、スポットショット、X、14、カーペットフレッシュ、2000フラシャスなどの製品をラインナップに加えた。現在もカリフォルニア州サンディエゴにオフィスがある。現在、世界160カ国以上で製品を展開している。2003年、2億3810万ドルの売上を記録した。 ありがとうございます。